今日は2日目のプラクティスが終わりました。実際には3日目なんですけど、昨日が雨で1日走れなかったので、2日間走って、そして明日のハイブーストのね、ファーストフライデーを迎えます。トラフィックの中での動きがだいぶ良くなってきたので、まあ今日も最終的にはトップタイムを出せたんですけど、まあニュータイヤでね、涼しくなったコンディションの中で、まあビッグトーというかね、狙って出していったんで、まあトップタイム出ましたけど、そこよりも、まあトラフィックの中での動きの方が自分としては今日は大きな一日だったかなと思います。で、チームメイトのね、デイビッドもP3 に入ってるので、まあチーム全体非常にこう、いい形で、ね、指揮官も上がってますし、この流れをね、しっかりと引き継いで、明日以降のフライデー、そしてまあ予選に向けて頑張りたいです。